あとまあさっきね上海、協力機構 SCO の話をしまして、翌日の新聞ですけどもね、これあの閉幕しました、やっぱりこのプーチンとしては、この侵攻ね、ウクライナ侵攻を、まあ、中国が支持してくれる、もしくはそれ以外の国も支持してくれるということを期待したんですけども、ほらインド、ね、なんでインド入ってんだみたいに、ね、思った人いたかもしれませんけど、ここでインドいい仕事してくれてます。見てください、インド戦争の時代ではないと、ね、ですからインドみたいな国が何言ってんだと、戦争の時代じゃないぞということをしっかりと言ってくれてですね、なんかその上海協力機構のね、国々からね共同声明かなんかで、この侵攻を支持するみたいなものが出てくるのかなと思いきや、インドをひっくり返してくれたわけですよ。まあそういう意味ではね、なんでインド入ってんだみたいに に思った人もいるかもしれませんが、意外といい仕事してくれて、まあ、最近イギリスとインドすごい仲いいですし、日本ともね、だって今度モディ首相も来ますからね、あの安倍総理の葬儀にね、日本とインド非常に今いい、アメリカとインドも今すごく良くなってるんですよね。ですから、近平プーチン組みたいなもんですよ、この上海協力機構というのは。そこにですね、まあ、お目付け役じゃないけども、いや言うときは言わしてもらうよみたいなね、だからみんなね太鼓持ちでよいしょよいしょじゃなくって、インドは時にはいやいやちょっと待てやと今戦争の時代じゃないだろうみたいなことをピシッと言ってくれたというね、はい、これは非常に良かったですね。で上海機構、まあ、宣言を採択したんだけども、結局は侵攻支持は得られなかった、モディ首相、戦争の時代ではないと、言って、まあ、支持を求めたのに対して全く相手にしない。近平も近平で共同声明はなし、発表文書でウクライナに触れない。もうだプーチンは支持してよ支持してよって言ったんだけども、全然相手にもされなかったというですねそうそう、だからインドはある意味したたかですよ、はい、だからまあ玉虫色とかね、八方美人とか言って毛嫌いするよりも、やっぱり積極的に関与していってね、いやもちろん八方美人なの知ってるから向こうの、ね、会にも参加する、いいよいいよ、だからこっちの会にも参加してよと言って、決して向こうに、ね、振り切れないように離反させないようにね、関係を持ち続けるということが重要なんだろうなというふうに思います。なんかともすればね、味方か敵かどっちかみたいな形で見がちなんですけどもね、例えば日本とアメリカは同盟国ですから、どっからどう見ても味方同士なわけなんですけども、ね、同盟じゃない限りにおいてはやっぱそれぞれ独立した国同士、ね、白黒はっきりできないものもあるんですけども、そこを上手にですね離反しないように関係を持ち続けるということですね、まあ、そういう粘り強いね、国と国との付き合い方をしてきたのが安倍さんであり、それが今こういう形で、だからこれだって安倍さんのおかげだと思うんですよね。アメリカ、イギリス、日本、ヨーロッパとしっかりインドをそっち側にグググッとですね引きずり込んだというのは、これ安倍さんの功績ですから、安倍外交の成果がここにも表れているということじゃないかなというふうに思います。